まず第1コートでは女子ダブルスの準決勝が行われます。東京オリンピック代表福島由紀が登場します。昨日の準々決勝、杉村が試合中に右足首を捻挫したような形で試合が中断するシーンがありました。はい、まあ、ちょっと今日の試合がねどういった感じになるのかっていうのは、まあ、最初じゃあまあ見てみないと分からないところもあると思うんですけど、まあ、少し心配ではありますよね、はい、宮浦が後ろから前後が入れ替わりました。今のなんかもスマッシュ打てるような球だったんですけれども、はい、宮浦選手うまくこうクリアを使って杉村選手を動かしていきましたよね。ここは後ろから宮浦の強打がありました。ストレートに強打、2人の間、後ろからホバヤですが宮浦が後ろに下がった、前に落とす、今度は強打、くるくるとローテーションをしながら詰めてくる穂原宮浦です。画面奥、攻守が変わる、よく拾いました。長いラリーになった、最後は福島が決めました。長いラリー制したのは最後福島、いい形でしたね。今のはしっかりと杉村選手もあの打つところはしっかりあの攻撃できていましたし、ローテーションとしても左利きと右利きのいい形っていうものを最後出すことができていました。ロングサービス、福島が前、杉村が後ろから打っていく形、ここで強打、前後が変わった、小原後ろ、うまさを見せました。最後は小原宮がペアの良い形が出て21対14、第1ゲームは小原宮浦第5シードのこの2人が取りました。立て直して強打がいく、耐えています。杉村を一度後ろに追いやって、最後はストレートに穂原の強打、ゆるくもう一度ゆるくいく、そして強打前に出てくる、いいコースにしっかりドロップを打って、ここで福島杉村ペアの陣形を崩してからの強打だったので素晴らしいと思いますね。あ、そして今福島と杉村が審判のところに近寄りました。もしかしたら足の状態を見て塩田さん危険という判断も心配された、右足首の状態も変わりましたね。あ、ここは危険ということになりそうです。昨日の準々決勝で右足首を痛めた杉村、第1ゲームを戦い第2ゲームも序盤までプレーしました。藤井さん、ここまで杉村の戦いどうご覧になりました？そうですね、やはりまあ、この試合だけではなく福島選手と組むプレッシャーというものはあったと思いますし、はい、まあ、その中でしっかりこのベスト4までしっかり福島選手についてきてベスト4のこの舞台まで残ったっていうのは本当に大きな経験になったのかなと思いますね。まだ20歳と若い杉村です。会場から大きな拍手。最後杉村の目には光るものも見えていました。全日本総合で優勝を目指してやってきたので決勝に行けたことは嬉しいです。宮浦選手もお願いします。私も穂原と去年負けてからずっと総合で絶対後悔しない結果を残すためにも2人で頑張ってきたので決勝行けたことは嬉しいです。初めて A 代表の福島さんと試合をしてすごい
楽しみで、自分らのいい緊張感もありながらプレーができたので、まあ、最後は棄権という形になっちゃったんですけど、1ゲームだけでもいい形でできたのが良かったかなと思います。A 代表でオリンピックも出てる方なので、本当に思いっきり自分たちのプレーを出すっていうことを大前提にやってきました。いよいよ明日が決勝戦です。最後に意気込みの方をお願いいたします。また明日、今日とは全然違う感じになると思うので、もう一回気を引き締め直して、覚悟を持って明日後悔しないように一戦頑張りたいと思います。2人の、私とホバラの結構目標が出し切るっていうことが大事なので、出し切って笑顔で終われるようにしたいです。